おはようございます。よろしくお願いします。ただいまから賃貸依頼記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか？では前から2列目、島民放福島民放社の近藤です。はい、2点お伺いします、はい、よろしくお願いします。1点目、県民割についてです、はい、先日始まった県民割プラスで割引クーポンが発行できない事態というのが複数の宿泊施設で発生されていますが、現時点で県が把握されている宿泊施設数、あと今後の県の対応をまずお伺いします。あと2点目が本日岸田内閣が発足しますが、新首相となる岸田氏とのこれまでの関わりや印象、あと新内閣の顔ぶれについても受け止めをお願いします。その中で復興大臣が沖縄北方担当と兼務となっていますが、その件についても知事の受け止めをお願いします。はい、まず県民割プラスの件についてであります。一部の宿泊施設に予約が集中をした結果、一時的に割引クーポンの発行ができない状況になったと聞いております。昨日までに把握をしている分については現在解消しているところであります。また詳細な内容については担当部局にご確認をいただければと思います。で、続きまして新しい政権の発足についてであります。今日この関係の質問につきましてはまだ現時点では確定しておりませんが、岸田新政権が誕生され、そして今すでに報道されております新内閣の布陣、これを前提にお答えをさせていただくという点についてご理解をください。まず岸田新総理においては、私たちにとっての最重要の喫緊の課題は新型コロナウイルス感染症への対応であります。これはまさに全国の重い課題、この課題について感染拡大防止と、それから国内の経済の維持再生に向けて全力で取り組んでいただくことを期待をしております。また新内閣においては、外交安全保障、社会保障の問題、財政の健全化、地方創生など国内国外の重要課題が山積をしております。これまで培ってきたご経験、指揮権を活用しながら、ぜひこの問題にしっかりと対応していただきたいと思います。その上で福島県と新政権との関わりであります。岸田内閣においても、ぜひ安倍内閣、菅内閣がこれまで継承してきた福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、あるいは閣僚全員が復興大臣である、こうした基本的な考え方を継承し、さらに発展をしていただきたいと考えております。福島の復興は現在進行形であります。東日本大震災、原発事故から10年という歳月が経過をしておりますが、復興は途上であります。特に原発事故による災害、そしてそこからの復興の問題、全県にわたる風評の問題というものは今なお県民の皆さんに重くのしかかっております。こういった点について岸田総理自身が我がこととして全力をもって真摯に取り組んでいただくことを期待をしております。また岸田新総理におかれましては、これまで震災後ですが福島県を何度も訪問をされておられます。で、その際私自身も幾度もお会いをしておりますが、聞く力をまさに歌っておられる新総理でありますが、非常に丁寧に私どもの話を耳を傾けて聞いていただき、当時政調会長であられましたが、政府の政策にしっかり取り組んでいただいたということが印象に残っております。また外務大臣当時には東京でですね、例えば各国の大使をお招きをしてのレセプション、こういったものを頻繁に開催をしていただきまして、それが当時54の国地域においてあった輸入規制の解除に向かって非常に大きな貢献があったと受け止めております。
岸田新総理においては、ぜひこうした取り組みをこれからもなお一層進化をさせていただくことを期待をしております。また新しい内閣についてでありますが、今回復興大臣、経済産業大臣、環境大臣など福島県にも直接密接に関わる主要閣僚が新しく交代をするということになります。この皆さん方においては、ぜひ今後福島に足を幾度も運んでいただきながら、福島県のこの複雑で困難な課題を抱えているという現状を我がこととして体感をしていただいて、真摯に向き合っていただきたいと考えています。特に復興大臣においては、沖縄北方担当大臣兼務というように伺っております。兼務であるからこそ、福島に何度も来ていただいて、知事、市町村長をはじめ地域の皆さん、特に避難地域の皆さんの複雑な思いというものを直接体感をしていただくこと、そしてその上で復興に向けた施策を実際に実現をしていただくこと、そしてそれが県民の皆さんが復興が進んだなと実感していただくこと、これを目指して復興大臣として全力を傾注していただきたいと期待をしているところであります。その他はございますでしょうか。では一番前、 NHK さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ほど出ました県民割プラスのことでお伺いしたいんですけれども、はい、トラブルの前提として、やっぱりその周知不足という部分が県側としては一つちょっと課題なのかなっていう、その昨日お話を聞いてて思ったんですけれども、今後その県民割プラスもそうですし、来月からは電子クーポンの発行もあります。でこれ例えばやり方複雑だからちょっとやめとこうかなとかってなっちゃうと本末転倒ですし、この周知不足の部分、もしくは周知を徹底する部分というのは県として今後求められていくことだと思うんですけれども、その点についてどうお考えになっているか教えてください。県民割プラス、あるいは飲食店の応援事業など、さまざまな県の施策があるわけでございます。まず基本的なスタンスとしてでありますが、こういう新しい事業を展開するときに関係する状況、情報をですね、関係する皆さんに事前に丁寧にお伝えするということは極めて重要だと考えております。で特に今回県民割プラスについては、準備をしてから一定の期間がございました。でこの間ですね、制度の構築、システムの設計を行って、でまた今回いよいよ動かすという段階にあたって、事前に旅館、ホテル等の皆さんに対して県としての説明を行っていると聞いております。従いまして、また具体的な個別の内容については担当部局にご確認をいただければと思います。すいません、これまた先ほどの質問と関連するんですが、先ほど復興大臣が兼務であるからこそ実際にお話を聞いてほしいということがありましたけれども、この兼務であるからこそという部分についてもうちょっとお伺いしたいんですけれども、これまで多分兼務ってなかったと思われます。で、10年経ってその国の本気度という部分で復興についてちょっとその何て言うんですかね、ニュアンスが変わってきたのかなっていう感じもするんですが、このあたり県としてどう捉えているのかというところと、そうだからこそ県としてどういうふうに対応していきたいのかっていう部分を教えてください。はい、今ご質問の中のニュアンスにあったご意見、あるいは今日地元市においてあったご意見、こういった思いを県民の皆さんが持たれる部分はあろうかと思います。だからこそ今回の新しい復興大臣がどうやって福島と向き合い結果を出していくのかが問われると思います。具体的に申し上げますと、先ほど言った通り、震災原発事故から10年余り経っておりますが、福島県の抱える課題は一段と複雑化、あるいはより重くなっていると考えています。例を申し上げますと、アルプス処理水の問題、あるいは帰還困難区域における拠点外の地域にどう対応していくのか、あるいは中間貯蔵施設の30年以内県外最終処分の問題、
で、さらに全権的な風評の問題、こういったさまざまな問題がありますが、ご承知のとおりこれらは極めて難しい問題ばかりであります。また国際教育研究拠点あるいは福島イノベーションコースト構想といった避難地域を前に進めるための重要政策、これも第2期復興創生機会においてシンボルとなるべき重要な課題であります。ただこれもまさに途上であります。こういった問題、新しい大臣が福島にどのように向き合って一つ一つ具体的に解決策を見出していくのか、その大前提は新大臣自身が福島のことを我がこととして感じているかどうか、これに尽きると思いますし、我がこととして感じていただければ前任の平沢大臣のようにやはり言葉であったり行動に迫力が伴いますし、また政府部内において復興の司令塔、これが復興庁の存在でありますので、この役割を十分果たしていただけると考えております。私自身また近々新大臣にお会いをする機会があろうかと思います。ぜひこういった思いを直接大臣にお伝えをし、また大臣のご活躍を期待したいと考えております。その他はございますでしょうか。ではまたまた一番前、島中央テレビの方です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナ対策についてなんですけれども、はい、先日全国知事会の方でも GoTo キャンペーンの再開や、あと第5波の検証、第6波の備えという部分が話し合われましたけれども、はい、この辺についての知事の考えについて教えてください。はい、まず今第5波がですね、全国的にある程度収まりつつあり、その上でそれぞれの経済活動、社会活動が段階的に再生が始まった、それが10月上旬の今の状況だと思います。やはり大切なことはどうやってその車の両輪をきちっと両立させるかだと思います。新型コロナウイルスの感染拡大防止、第6波をできるだけスタートを遅らせる、さらに第6波の波を第5波よりも低いものにしていくこと、これが一つ目の両輪の一つです。そしてもう一つが地域経済あるいは我が国経済の維持再生、この1年半余りですっかり冷え切っている厳しい状況にある経済社会の状況を改善していくこと、これが求められていると思います。そのような中で先般全国知事会でも議論になったのは、この第5波の検証総括が重要だということです。先般の分科会あるいは政府の対策本部において知事会として、あと私自身も非常に気になったのが、今回第5波が急激にひどい感染状況になりました。その後また急激に収まっている、これの明確な理由要因がよくわからないという専門家あるいは政府の関係者のご発言、これに各県の知事非常に気にかけているところであります。やはり感染拡大あるいは感染を抑止するためには、これまでの第1波から第5波、特にデルタ株によって今見舞われた第5波の中身というものが分析検証されていないと、次の第6波に効果的に対応することができないと思います。やはりこの傾向と対策、原因と分析が明確でなければ、次何をしたらいいのかということがつまびらかになりませんので、こういった点についてやはりわからないということではなく、できるだけ効果あるいはその原因等を検証総括をしてほしいということを訴えたところであります。そしてその作業を並行しながら、大事なことは地域経済の再生でありますが、まず各県においてで我々県民割のような地域限定での経済刺激策というものを各県が今まさに徐々に始めておられます。3分の1程度の県から2分の1程度の県が今月そういったものを発動されますし、飲食店の応援事業というものも行っていくかと思います。で、こういった段階的な対応策であれば、比較的感染拡大の急激な拡大を抑えながら地域経済を下支えすることが可能だと思っております。
で、そういった状況を見計らいながら政府の GoTo キャンペーン事業、これは全国全体としての取り組みとなりますので、ここもまた両輪を維持しながらということは非常にデリケートなバランスがあろうかと思います。新しい政権がスタートします。ぜひ岸田新政権においてこの GoTo キャンペーン事業、これをどのタイミングから発動すればいいのか、そして一方それが決して第6波のまたリバウンドに結びつけないためにどう対応すればいいのかという、この両輪をしっかり検討していただきたいと思いますし、また11月以降、要は国民の多くの方がワクチンを2回接種できているという状況に向けて、ワクチン検査パッケージ、これも極めて我が国の重要な課題であります。これもメリットデメリット様々実は中に含んでいるものですから、これについての具体的な検討も全国知事会と政府あるいは関係の皆さんとの間で精力的に進めていきたい、このように考えております。その他はございますでしょうか。読売新聞鍋です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。少し前の話になるんですが、先月アメリカが日本産食品の輸入規制を撤廃しました、はい、台湾もTPP の参加申請にあたって日本と交渉する意向を示しています。こうした流れについての知事の受け止めと、あとアメリカは県産品の輸出が最も多い国ですけれども、現状 農畜産物は牛肉のみと伺ってます。で、今後その選ばれる産地にしていくために、どのような輸出戦略を取っていくのかお願いいたします、はい、今回アメリカにおいて輸入規制が全面的に解除をされました。これは菅総理自身がアメリカのバイデン大統領と初めて世界で首脳として初めて会談をされたときに、総理が直接大統領にお話をされたことによって大きく前進したものであります。菅総理1年間の在任であられましたが、この間シンガポールの輸入規制撤廃、 EU の輸入規制の緩和、そしてアメリカの全面解除と、ちょうど震災原発事故から10年という大事なこの節目の年に大きな進展を見せていただきました。菅総理をはじめ農林水産省、外務省をはじめ関係省庁の皆さんのこれまでのご努力に心から敬意と感謝の意を表します。そしてアメリカについてでありますが、今回大きなチャンスが福島にとって現れたと考えております。もともと福島県の日本酒等を非常に評価していただいております。私自身訪米をした際、福島県のお酒のアンテナショップを開設をしたり、レストラン等で福島のお酒あるいは食を扱っていただくというトップセールスを行ってきましたが、好評であります。で、今回輸入規制が全面解除ということでありますので、この機を逃さず米国市場における福島県産のこういろいろな普及展開についてぜひ積極的に取り組んでいきたいと考えております。ただ今直接ですね、トップセールスで伺ってということがまだ残念ながら難しいタイミングでありますので、リモートでも対応が可能なことがございますので、そういった点からまず始めて、メイドイン福島の例えば農林水産物あるいは食製品というものの品質の高さ、魅力、美味しさというものを米国市場においても大いに伝えて、食べていただいてデリシャスとソフトボールの監督のように笑顔になっていただきたいと考えております。そして台湾の関係でございます。台湾においてもいまだ福島の産物に対する輸入規制ございますが、現在の政権においては政権交代数年前に行われた時から一定の理解を持ってさまざまな学術的な研究調査をしていただいていると考えております。一方で国民に対する投票の関係もございまして、結果として2年ほどフリーズした期間もございましたが、今アメリカ産のこの撤廃あるいは EU シンガポール、シンガポールもすぐ近くでございますが、こういった状況の変化がありますので、日本国の政府に対してぜひ台湾に対しても輸入規制の撤廃について働きかけていただきたい、
ということを今重ねてお願いをしているところであります。特に岸田新総理は外務大臣を非常に長く務められております。また聞く力のある総理でもありますので、ぜひ我々の思いを汲み取っていただいて、台湾をはじめ今なお残っている14の国地域等に対する輸入規制撤廃、これをまた総理のリーダーシップの下でしっかり取り組んでいただくことを期待をしております。よろしいでしょうか。それでは時間の関係もございますので、では今手を挙がっている方は1問ずつということで、じゃ後ろまずは福島テレビさん。福島テレビの小野田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新型コロナの感染状況についてお伺いいたします。はい、県内でも最近ですと5人を下回るような日が続いていますが、知事としてこの感染状況の受け止めというものと、改めてステージ判断というのはまあどういった認識でおられるのか、はいはい、またあと先ほど第5波の分析と検証の重要性ということでお話ありましたけれども、はい、県としてまさに第5波についての取り組みについてはどのような現状なのか、今後どういうふうに取り組んでいくのか教えてください。はい、まずステージの判断、あと最近の感染状況でありますが、今ご覧になってお分かりになります通り、2週間前とは異なり、本県5つの指標、7つの区分すべてがステージ2以下であります。また2週間前、1週間前の数字と比べても全体として大きく改善傾向にあります。でちなみに今日この後発表します本県の感染者数は1名、久しぶりでございます。こういう状況になっておりますので、全体として県民の皆さん、事業者の皆さんの特にここ2ヶ月3ヶ月のご理解と ご協力のおかげでここまで改善することができたこと、本当にありがたく、また嬉しく思っております。ただ先ほど第5波の検証のお話がありましたが、福島県においてもこの第5波において本当に厳しい状況になっております。これは県全体の人口10万人あたりの1週間の新規陽性者数でありますが、第5波で最も注目しなければいけないのはここです。急激に感染が拡大したということであります。これまでも本県も第1波から第4波まで経験しておりますが、その時に比べましてもこのデルタ株の猛威、この頃はまだデルタ株少なかったんですが、今 100% に置き換わってますよね。デルタ株がアルファ株から置き換わる中に、まさに呼応するように急激に感染が拡大をしています。したがってこういった感染急拡大の事態になって一番困るのは医療の逼迫であります。病床の使用割合が劇的にやはり増えていく。で当然ながら我々は県の独自対策であったり、さらに初めてまん延防止重点措置の適用申請を行う、こういう状況をそれぞれの段階において講じていますが、それを上回る急激な感染拡大があることによって病床が逼迫をする、自宅療養の方が増える、さらに入院等調整中の方が増えるという状況になりました。これが最も私どもが今回の第5波で経験した厳しい状況であります。したがって今後の第6波第7波起きてほしくはないのですが、その場合にもこういったことがあり得るんだ。でまたご承知の通り変異株さらに進化を続けているようです。まだ本県においてその兆しは現時点ではありませんが、そういったものが今後近々出てくる可能性もあろうかと思いますので、そういった点を第5波の検証として整理をしなければいけないと思います。また第5波の検証において全国知事会でも取りまとめをしようとしていますが、やはり大事なことはクラスターの分析だと思います。昨年から1年半余り私どもは新型コロナウイルス感染症との戦い続けていますが、クラス層の状況がやはりこのデルタ株になって状況変わっています。特に多かったのは7月段階では飲食店で急激にクラスターが出ました。そして8月9月は事業所においてクラスターが発生をしたり、あるいは子どもたちの施設、あるいは学校においてのクラスターもこれまで以上に多く出ています。したがってこういったところで、要は感染する力が強い変異種においてはこういったクラスターが発生するということを福島県自身の経験でも、
あるいは他県のクラスターを見ても分かりますので、こういったものも第6波に向けて備えとして共有をする必要があるかと考えております。そして今後の方向性でありますが、今前向きな話もしておりますが、こちらがですね、福島県の主要地点とか歓楽街での人流、人の流れのデータであります。これを見ていただきますと分かるんですが、福島県がこれは7月の中旬頃でありますが、独自対策を講じたり、まん延防止等重点措置を講じる中で人流が劇的に下がっています。-87% 程度まで、つい最近まで落ちていました。これは実は全国の他の県と比べても、福島県の皆さんが、事業者の皆さんがご協力をいただくことによって、これだけ大きく人の流れを下げることができています。そしてそれがここ1ヶ月弱の中で本県の感染状況が劇的に改善したこと、それの大きな要因だと思います。ただ一方で、この段階で例えば福島市や郡山市のまん延防止等重点措置を解除しております。あるいはその前には県の集中対策解除しています。それに伴って当然ながらこの人流は徐々に上がってくるという傾向にあります。したがってこれそのものは様々な規制制約が解除されていますので、人流が戻るというのは必然でございますが、やはり県民の皆さんにぜひお願いしたいことは、基本対策を徹底しましょうということであります。やはり今地域経済の維持再生、あと皆さん非常にストレスフルな生活続いていましたので、それをいい意味でこう解消していただくということは意義があると思います。ただ一方で、基本対策をしっかり行う、マスクをつける、手洗い、手指消毒、換気を行う、あと特に飲食店に行く際にはオレンジ認証店に行く、こういった基本対策を継続する中で、この人流の増が単純に感染者の増に結びつかないように、先ほど言った両輪が両立できるように、福島県全体を挙げて取り組むことが何よりも重要だと考えております。テレビユー福島の金井です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。話題変わりまして、はい、県外への避難者の問題についてお伺いします、はい、山梨県立大学で県内から避難している高校生が、住民票が山梨にないことを理由に出願を断られるといった事態が起きています。県内からの避難者の方は、さまざまな理由で住民票を移していないケースあるかと思いますので、こういったことへの配慮必要かと思うんですが、知事の受け止めお願いします。昨日ですね、そうした報道があったということは伺っております。でこれ今回個別具体の案件でありますので、ちょっと詳細については担当部局に確認をしていただければと思います。すみません。では関連してなんですが、ワクチン接種の際にも一部の市町村でその避難者の方への接種が後回しになるケースありましたが、そういった避難者が住民票の有無で対応が分かれてしまうことについて、率直にどうお考えでしょうか。ワクチンの接種につきましては、特に福島県の場合は北北海道から南や沖縄県まで全都道府県で今避難者の皆さんがお世話になっている状況であります。そういった状況がワクチン接種の際にやはり顕在化する可能性があるということで、福島県としてですね、各都道府県に対して厚生労働省と協議をした上で、取り扱いをですね、地域の皆さんと同等にお願いをしたいということで対応したところでございます。それでは以上で会見の終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。